江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回は渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本は世界で音楽史上2位だけど、なぜ世界的な歌手が現れないんですかね、というですね、書き込みございました。それではスレ主の書き込み見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。日本は世界で音楽史上2位だけど、なぜ BTS、ブラックピンクのような世界的な歌手が現れないのですか。はい、というね、書き込みでした。それではですね、こちらに対して渓谷の反応を見ていきたいと思います。はい、1人目、閉鎖的な国だからです。例を挙げるなら、コンサート会場の撮影禁止が代表的な日本音楽が海外へ出られない理由です。ファンが SNS で無料で宣伝してくれるというのに。あー、それはでも諸刃の剣だよね。パクられちゃうかな。日本で好まれる音楽と海外で好まれる音楽が違うから、音楽の好みは国によってかなり違う。まあまあ、日本の場合はポップスよりもロックやジャズの音楽の方が人気だからです。国内市場が大きいから、ジャンルも本当に多様すぎて、むしろ日本国内の方が愛好家が多いくらいだ。そうだね、国内市場で全然やっていけるってのはあるよね。地位国を見ればわかると思うけど、内需市場の大きさと世界で通用するかどうかは無関係。内需だけでも十分に稼ぐことができるから、あえて進出する必要がないと考えられる。世界で音楽市場2位であることと世界的な歌手がいないことにどんな関係が。我々はアイドル音楽に偏ってますが、日本には本当に様々なジャンルの音楽が共存しています。内需が大きいからというのはデタラメで、単純に海外で通用してない。 YouTube など様々なメディアを通じて海外に進出してるけど、魅力がないから全く反応がない。内需が大きければ、より多くの人材が現れるのが普通だ。NPB の人材が MLB に進出し続けるのと同じ。ただ、日本の大衆の好みと世界的な好みがずれてるのが問題だと思う。まあ、世界に向けて商売してないってのがあるけどな。アイドル方面は、日本は才能がないけど、ロック、ジャズ、クラシック、このあたりは我々よりもはるかに世界的なミュージシャンがたくさんいる。日本では音楽に興味があって才能がある人間はまず楽器を手に取る。日本のアイドルたちはジャニーズなどを筆頭に、国内の観客向けに幼稚園児のような振り付けをさせて、可愛いをコンセプトに押し出しているから海外では通用しない。そもそも海外進出は簡単じゃない。我々が突然海外で大ヒットしたことも理解できない現象だから、こうすればいいとかああすればいいとか、それが何なのかわからない。あ、事務所の問題もあるかもしれないね。内需市場だけでも十分生きていけるので、世界進出に一生懸命になる理由がありません。うん、それな。はい、というね、書き込みでした。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきましょう。まあ、渓谷さんの場合は外に出なきゃ食っていけないってことでしょう。要は。裾野が広いんだよ。坂本龍一は、2位だから国内だけで商売できる。体よ W、 そんなこともわからないのか。国内に内需があるから海外に出なくていい。世界的な歌手ってそもそも必要か。エンタメに頼る国って悲しいね。そんなんが世界的だと思ってるのがどしがたいな。あー、曲が日本語だから。あ、曲が日本語だからだろ、ね、でかくポップなんかと一緒にするな。うん、日本から人気爆発した世界的アーティスト多数いるけどな、わらわら。著作権が無視だな、わら。その渓谷のグループは世界的ではないからだよ。で、引き合いに出すのが BTS やらブラックピンクしかないっつう、わら。最近スマホ撮影 OK が増えているよね。なんか最近増えてきたらしいよね。うん、渓谷さんの街中ではあいみょん、藤井風めちや聞こえるんやろ。世界的な歌手、日本は国内で完結しとるやんやと。最近竹内まりやとか山下達郎とか人気らしいが、情着がわめいてるな。 W 有名歌手のお母さんがミスタービッグやエアロスミスと写真を撮ったというとんでないレベルの歌手がいるの知らないのか、わら。お前らの歌には鶏国独自のものないよな、わらわら。
坂本九に坂本龍一ってなんで両方とも坂本なの？最近アイドルが1位になってなかったっけ？有名でうまいドラマー、ギタリスト、ボーカリストたくさんおるやで、君らが知らないだけよ。夜遊びの YouTube 再生数知ってる？夜遊びとかもだけど、ロックでも海外で人気なのたりやろ。映画音楽なんかは世界で通用してますけど、久石譲とか坂本龍一とか。K国にはロックはないからな。バンドメイドのファンは BTS や BP よりよっぽど熱心だよ。音楽市場においてアイドルだけは期限付きの消耗品だけどな。レイ・チャールズとか結構な大物が日本の曲をカバーしているよ。杉山浩一の名を知らなくてもドラクエのテーマを知ってる人は世界でも多い。大ヒットしたのがわからないのか？お前らの政府が金を突っ込んで再生数を稼いだからだよ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。